なんか仕事の電、仕事先から電話がかかってきたんですけど、なんか間違ってボタンを押しちゃったって言ってましたね。まあなんだろうって思いますね。せっかく止めてツイキャスも、キャンセル中です、ツイキャスも止めて電話対応したんですけど、なんかそういう、こういうの嫌ですね。まあ仕方ないか、間違いになったら何もありますからね。あ、クラッカーありがとうございます。最近、まあ最近あのなんか贅沢な悩みという、そういう話をしたことあるんですよね。ちょっと動画ネタにしようかなと思ったんですけど、贅沢な悩み、例えばあの、まあ、大学院を卒業できる、できてる人が、あの、その就職とかに困ってるっていう悩みをすると、あの高校卒業、まあ大学卒業の人とか、高校卒業とかの低学歴の人から、それは贅沢な悩みだって、そういう風に、あの、そういうな、あの、そういう贅沢な悩みだって、そういう話があったんですよね。そのちょっとでもなんか学歴が高いとか、立場が上だと、上、立場の上の人が悩むと、悩んだりぼやきをすると、その贅沢な悩みなのかっていうのは、私短絡的なのかなと思うんですよね。あの、その理屈、例えば自分より、あの、恵まれない環境、悪い環境、すべての人持ってるはずですね。私だって、私より恵まれてない人、そういう人、いるはずです。だから、あの、贅沢な悩みだって、言っちゃうこと、それこそ相手の否定だと思うんですよね。だから、贅沢な悩み、私は言っていいもんだと思うんですよね。だって、それ言っちゃいけないってことやれば、最も世界でどん底にいる人だけしか悩み事とかぼやき言っちゃいけないことになりますからね。そんな人いるんですか？多分どっかに一人はいるはずですよ。世の中最も恵まれてない人、あの、絶対、まあそりゃいるはずですからね。その人だけがそのも、何か文句言えて、それ以外の人は言えない。なんか仕事の電、仕事先から電話がかかってきたんですけど、なんか間違ってボタンを押しちゃったって言ってましたね。まあなんだろうって思いますね。せっかく止めてツイキャスも、キャンセル中です、ツイキャスも止めて電話対応したんですけど、なんかそういう、こういうの嫌ですね。まあ仕方ないか、間違いになったら何もありますからね。あ、クラッカーありがとうございます。最近、まあ最近あの、なんか贅沢な悩みという、そういう話をしたことあるんですよね。ちょっと動画ネタにしようかなと思ったんですけど、贅沢な悩み、例えばあの、まあ大学院を卒業できる、できてる人が、あの、その就職とかに困ってるっていう悩みをすると、あの高校卒業、まあ大学卒業の人とか、高校卒業とかの低学歴の人から、それは贅沢な悩みだって、そういう風に、あの、そういうな、あの、そういう贅沢な悩みだって、そういう話があったんですよね。そのちょっとでもなんか学歴が高いとか、立場が上だと、立場の上の人が悩むと、悩んだりぼやきをすると、その贅沢な悩みなのかっていうのは、私短絡的なのかなと思うんですよね。あの、その理屈、例えば自分より、あの、恵まれない環境、悪い環境、すべての人持ってるはずですね。私だって、私より恵まれてない人、
そういう人いるはずです。だから贅沢な悩みだって言っちゃうこと、それこそ相手の否定だと思うんですよね。だから贅沢な悩み、私は言っていいもんだと思うんですよね。だってそれ言っちゃいけないってことであれば、最も世界でどん底にいる人だけしか悩み事とかぼやき言っちゃいけないことになりますからね。そんな人いるんですか？多分どっかに一人はいるはずですよ。世の中最も恵まれてない人、絶対、まあそれはいるはずですからね。その人だけがその何か文句言えて、それ以外の人は言えない。